西尾末広、西尾末広、西尾末広、1891年、明治24年3月28日から1981年、昭和56年10月3日は、日本の労働運動家、政治家、副総理、内閣官房長官、第2代、衆議院議員、通算14期、民社党委員長、初代などを歴任した。 香川県香川郡市有島村、現、高松市の女木島、通称、鬼ヶ島の出身。なお、高松市は同じく日本社会党の最高幹部となる、成田智美の出身地でもある。小学校中退後、14歳で、大阪法兵交渉の千万公見習いを皮切りに、各地の工場で働く。住友中工場職工から、労働運動に身を投じ。 住友中工場、大阪伝統、藤永伝造船所、川崎、三菱造船所葬儀などの葬儀の指導と検索を繰り返す。1919年、大正8年に友愛会に入り松岡小間吉に接近。1926年、大正15年には社会民衆党の結成に参加した。中央大学を経て、1928年、昭和3年。 第一回普通選挙で、社会民衆党から立候補し、初当選。1932年、昭和7年以降は、社会大衆党に所属し幹事に就任した。1938年、昭和13年3月16日、衆議院本会議における、国家総動員法案の審議に際し、同法案を支持する立場から、このミマロ首相に対し、ヒトラーのごとく、 ムッソリーニのごとく、あるいは、スターリンのごとく、革新に満ちた指導者タレット激励する。全体主義的独裁者への共鳴を示したが、社会大衆党を好ましく思っていなかった、声優会、民政党の党によりスターリンの名を肯定的に挙げた部分が問題とされ、衆議院で除名決議において、賛成百二十票、反対十三票でントの賛成を得て、 西尾は議員を除名された翌年の補欠選挙で復活。1940年昭和15年3月斉藤隆夫が行った反軍演説の議員除名問題では反対の立場を示し衆議院本会議を欠席する。社会大衆党書記長麻生久氏による幹部除名策略によって党首、安倍総や水谷サブローラと共に党除名処分を受けた。 1942年、昭和17年の翼3選挙では、非推薦で当選する。翼3政治会や大日本産業法国会と距離を置き、密かに、東条秀樹内閣の当格運動にも加わった。その結果、戦後の公職追放を免れた。1945年、昭和20年の政党復活で日本社会党に、所属し社会党を右派の中で当格を表した。 これより先、保守政治家の鳩山一郎らと共同での新党設立を協議したが、互いの支持者の意向を踏まえて、政治的余韻を残したままで分かれた西、西尾末広、西尾末広の政治覚え書き。1946年、昭和21年、片山明委員長の下で、初期長に就任。1947年、昭和22年、 第23回衆議院議員総選挙で、社会党が衆議院第一党になったと聞かされた時には思わず、本当かい、そいつ、あえらいこっちゃと本音を漏らしている。西尾は、社会党が政権を担当するのに準備不足ということを考えていたため、非社会党首相を擁立しつつ、閣僚は、社会党を多数擁立する内閣を想定していた。具体的には、 自由党の吉田茂内閣続党を想定していたが、吉田は、要求の社会党左派を嫌い、排除を要求してきた。その結果、吉田続党路線は見送られた。社会党主反政権の片山内閣が組閣された際には、内閣官房長官として入閣。翌年の足田内閣では、副総理に就任するが、土権献金で、承認関門を受けた。その後、 副総理を辞任するも、昭和電工事件で10月に逮捕された。献金問題では、承認関門において、初期長である、西尾末広個人がもらった都市長、社会的な非難を受けるが、自らの主張を貫き両おこととも無罪を勝ち取った。1952年、昭和27年、西尾は、衆議院議員に返り咲くが、社会党が、左右両派に分裂し、 右派社会党に所属した。1955年、昭和30年、左右両派の革新統一に日本社会党が決闘されるも役職にはつかなった。1959年、昭和34年の第4回参院選で、社会党が敗北、議席そのものは増えたが、自民党が大勝したすると、左派からは、社協共闘で行くべきとの主張が上がった。 反共主義の立場を取る西尾はこれに反発し、党内に社会党再建同士会を結成。それが新党へ繋がっていく。西尾の理想は、政権交代可能な健全な社会主義政党を築くことであった。したがって、安保闘争においても、大案を用意すること、さらに共産党の排除を主張した。しかし、当時の社会党には、西尾の主張は受け入れられず、 12月に、西尾は自ら社会党を離党し、社会クラブを結成。1960年、昭和35年1月24日、民主社会党を結成、衆院40.3院17。初代委員長に就任し、片山明が最高顧問に就任。安保国会では、社協両党と同様に反対姿勢で取り組むが、安保以外の予算案政府自民党案に同調する。 構えを見せる。新安保条約の自然発行後、自民党の福田武夫から、岸信介の後継首相への誘いを受けた。西王を立てることで、民社、社会両党を巻き込んだ、挙国一致内閣を狙ったものだが、西王が断ったため、幻となった。同年の衆院選では、議会主義要望を掲げ、社会党と対決姿勢を取った。しかし、10月12日、 日比谷公会堂で浅沼稲次郎暗殺事件が起こるとしまったと言ったという社会党に同情が集まることを恐れたのである結果衆院選では23議席限の17議席で完敗厳しい船下となったしかしその後統制は次第に回復増大1966年昭和41年の第31回衆議院総選挙では30議席を確保 野党勢力の一角を形成することに成功する。1965年、昭和40年の日、韓国会では自民党と共に基本条約を強行採決するという荒行を見せた。1966年、昭和41年、社会党に民社党は第二保守党だと批判されると、西村英一書記長に社会党は第二共産党だと反論させた。 1967年、昭和42年、西尾は委員長を退任し、常任顧問に就任し、西村書記長を公認に指名した。西村、春ス和幸、佐々木良桜の下で、常任顧問として健在するも、1972年、昭和47年に政界を引退した。1981年、昭和56年10月3日、脳内出血と、 人不全のため90歳で死去した。西尾は、政権を取らない政党は、ネズミを取らぬ猫と同じだという言葉を残している。知る人ぞ知る逸話として、日本経済新聞史上にペンネームで、映画評論を執筆しては投稿するほどのシネフィルで、あったという。1967年、昭和42年の民社党委員長退任時、ネットテレビ、現、テレビ朝日の、 モーニングショーに出演中、委員長辞任を生放送のスタジオで告白。司会の木島のりを後に、木島自身も民社党から出馬しているらが気に取られる中、僕の好きな老廃ドのテーマをリクエストしますと言い放ち、BGM の流れる中、西尾はスタジオを後にした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。